にゃーにゃー。お客様、すみません、もう閉店のお時間です。え、もうそんな時間、ごめんね。大丈夫ですよ、またいらしてくださいね。今のは幻覚？一昨日は課題を終わらせるために徹夜したけど。はい。はあ、今日はもう疲れたし、家に帰って寝ようかな。星空って不思議な存在だと思わない？命と同じように美しく、死と同じように果てがない。世界はとっくに死んでいて、文明も放映だったら、それでもあなたは自分だけの未来を探す。そうでしょ？これはただの夢。でもこの夢を通してあなたは時空の果てを見られる。私たちの落星、死の世界であり、文明の墓でもある。そう、あなたにとって空と海は生活の中で最も基本的な常識。でも宇宙という視点から見ると、外来者に火星と呼ばれている世界、その最後の文明も漁師の海で長く浮き沈みしている。ルナエからエリシウム、フェニックスからアルカディア、灼熱のオリンポスは冷たくなり、綺麗だったオーロラも跡形もなく消えた。あらゆる文明、あらゆる命が数億年前の宇宙から消え、かすかな光だけが次元の間に残されている。もちろん、あなたたちにとって、それは100年前の歴史でしかない。時間は常に枝分かれし、無数の未来へと通じている。そして長いズレの後、あなたはようやくこの夢に現れ、私を呼び覚ましてくれた。つまりこれは一体。
夢の最深部で私たちは文明を救う契約を交わす。来て。私はこの先にいる。夢で出会った人。私たちの時間は違うけれど、何があっても私はあなたを待っている。私を待ってる？どうして？あなたは一体誰？私は何を体験してるの？もしあらゆる真相を儀式と契約を通して伝える必要があるなら、それなら私と一曲踊ってくれる？リズムを合わせてね。私は消え去った文明の代わりに、ここであなたと契約を結ぶ。落星の未来はあな
無限の可能性を作り出す。ええ、これでほとんどの仕事は終わったよ。それで契約って一体？もちろん世界を救うこと。互いの固有時を超え、あなたの夢は私の夢に入り込んだ。今までここにたどり着いた人はいなかった。そしてこれからも私に会える人はいない。あなたは世界の残響から来た。そして同時に時間の止まった向こう側から来た。あなたは私の運命の人で、この星唯一の反響。おお。あなたは世界の泡に住む人。あなたの唯一の故郷、その外側には漁師の海の片隅。変化に満ちているデータの海がまとわりついている。それのせいであなたのよく知っている全てのものが星の開口として存在しなくなる。でも心配しないで、私の全てをあなたに渡す。夢、未来、そして希望。この契約の果てに、あなたは世界を、そして人々の魂を救う。でもまだあなたの名前すら知らない。セナディア。私の名前はセナディア。意味は信仰の光。そして私の権能。私の運命は世界の果てで唯一の光を見守ること。それがあなた。これは私たちの約束の証。世界が人類に与えた最後の祝福、アストラルリングと呼ばれている。それは星空の化身、大地の絶唱なの。最も適した人に使ってもらって。最後の残響から誕生したとしても、あなたたちならきっと自分自身を、文明の運命を救えると信じている。そろそろ出発の時間。あなたは自分の夢を抜け、外の星から来た仲間と出会う。でもその前に、あなたの名前を教えてくれる？夢追い人。覚えたよ。あなたと契約した兵装として、私は星の彼方であなたとの再会を待っている。あなたを信じて。